海鮮図中村日赤駅は愛知県名古屋市中村区道下町3丁目にある名古屋市 A 地下鉄東山線の駅である。駅番号は H05 名古屋第一赤十字病院の最寄り駅である。車道から直結するバイク専用駐輪場がある。相対式2面2線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。それぞれのホームに改札口があり、各ホームは 線路の下を通る連絡通路でつながっている。北改札口は地上にあり、上層部は3階建てのビルになっている。南改札口は地下にあり、2番ホームに直接つながっている。藤ヶ丘方面の一番ホーム及び高畑方面の2番ホームには、それぞれ北改札口及び南改札口に繋がるエレベーターが1機ずつある。ただし、 各ホームを結ぶ連絡通路は階段しかないため、車椅子等での利用の場合、目的地となる駅を確認してから、あらかじめ出入り口を選ぶ必要がある。これは同様の構造を持つ新栄町駅についても同様である。南改札口から直接中村日赤病院へ通じる地下連絡通路が7時から22時まで利用可能である。当駅は東山線駅。 勤務区く名古屋管区駅の管轄である。なお、駅業務は2016年4月1日より、園エ,エキスパート株式会社へ委託されている。トランパス対応カードで入場した場合、県面には、日赤と表示される。ありがとうございます。